株式会社リクシルは東京都千代田区に本社を東京都江東区に本店を置く建築材料住宅設備機器企業開催大手の企業本校では2010年に設立され2011年に法人格が消滅した初代法人2011年に初代法人を含む事業会社5社が合併して発足した2代目法人旧償が株式会社リクシルグループで 2020年に2代目法人を吸収合併した3代目法人についてまとめて解説する。私たちは優れた製品とサービスを通じて世界中の人々の豊かで快適な住生活の未来に貢献します。リクシルとは住と生活から作られた造語である。初代の株式会社リクシルは銃生活グループの統合的な営業戦略の立案を目的とする会社として 2010年4月に設立。東京都中央区のトルナーレ日本橋浜町に本社を置き、初代社長に採用元機元社長の井上俊政が就任している。ベージー E 出身の藤森義明会長のもと、海外 M&A を推進。2016年6月、瀬戸金谷社長就任。その後、重生活グループの業務運営を効率化するため、 商材ごとに分散していた事業主会社を国内、海外、金属建材、水回りの機能別に統合、再編する方針となり、2011年4月にトステムを存続会社として、イナックス、新日系、東洋エクステリア、リクシルの4社を吸収合併して、称号を株式会社リクシルに変更。さらに、サンウェーブ工業の開発、管理部門も統合した。 2015年4月には当社の製造し会社として存続していたサンウェーブ工業も吸収合併した。陶器町の本社はトステムの本社があった東京都江東区に置かれている。2020年11月30日までは本社は千代田区霞が関の霞が関ビルディングに置かれていた。また愛知県床鍋市のイナックス本社は床鍋本社となっている。 2020年12月1日に株式会社リクシルが親会社のリクシルグループへ吸収合併され事業会社となったリクシルグループが株式会社リクシルへ称号変更され新体制へ移行した。これまで各社が展開していたトステム、イナックス、新日系とサンウェーブはリクシルが商品ブランド名として引き続き使用されている。 2012年8月からはリクシルに統合後も、ブランドロゴとしてそのまま使用していた各社のロゴマークに変え、リクシルロゴの下に、グレーの背景色と白文字で、各ブランドのロゴを配した、コンポジットロゴマークの使用を開始し、2013年2月からは、カタログや広告プロモーションに加え、梱包や梱包ラベル、マニュアル類、浴室や洗面化粧台、 ビルサッシの一部製品にもコンポジットロゴマークが表記される。ショールームについてはこれまで各社別でショールーム展開を行ってきたが合併に伴い再編や共同のショールームが置かれるようになっている。2010年12月12日に旧トステム株式会社、旧株式会社、イナックス、サムウェーブ工業株式会社の3社共同でリクシル京都ショールームを開設しており、 2011年4月からは既存のショールームを統合、集約してリクシルショールームに名称変更。これにより当社が展開する5ブランドを複合的に展開できるようになった。なお、ショールームの名称はリクシル京都ショールームのように地名のみ表記するのが基本だが、同一地名に複数のショールームが点在する場合は分野名が追加される場合がある。 合併後初の新設ショールームとして2011年11月26日に開館したリクシルショールーム金沢以降に新設したショールームはリクシルショールームという名義となっている。また、旧イナックスの機関ショールームでギャラリースペースを併設したイナックス銀座についても2011年8月18日付でリクシル銀座に名称を改めたが ショールームの営業は2013年4月12日をもって終了。その2日後の同年4月14日からは、リクシルギャラリーも改装に伴って、休業に入り、リクシルブックギャラリーのみ、継続営業していた。同年9月2日に1階をレセプションフロアとして一新したリクシルの情報発信拠点として、リニューアルオープンし、リクシルギャラリーも同日から営業を再開した。 なお2020年で、リクシルギャラリーは閉露し、リクシル出版も書籍刊行を停止することが発表されている。2012年8月、住友不動産新宿グランドタワーに、リクシルショールーム東京をオープンした。約5280平方メートルという広いスペースにリフォーム後のイメージをしやすいモデルルームを設けたほか、 洗面やキッチンから省エネルギー関連製品まで、リクシルグループの豊富な商品やサービスを一箇所で体感できるのが特徴。全国各地の工務店や販売店に設置されている。袖看板は2011年8月から、旧社名の看板から、リクシルの看板に順次更新されている。デザインは上半分に、オレンジの背景色と白地で、リクシルのブランドロゴを、下半分は、 白の背景色に上からトステムイン。当社ではリフォーム向け商品の拡充とともにユーザーがリフォームを依頼できる環境整備を進めており、その一環として当社を本部とする住宅リフォームのフランチャイズ及びボランタリーチェーンを展開しているが各法人が行っていた名称をそのまま引き継いだためフランチャイズが2つ、ボランタリーチェーンが4つ存在していた。そこで このフランチャイズ並びにボランタリーチェーンの再編を順次行うこととなった。まず、2012年4月にトステムリフォームマジック、イナックスリフォームと自然欲で暮らすサンウェーブリフォームショップ R&B の4つのボランタリーチェーンをリクシルリフォームネットに再編、統合。開始当初、ボランタリーチェーン加盟店は9400店舗となり、国内最大規模となる。 2012年7月には、トステムホームウェルと、イナックスリフォームリーファの2つのフランチャイズを再編し、リクシルリフォームチェーンを発足。こちらは異なるコンセプトを明確化するため統合は行わず、トステムホームウェルは、新築時の性能、機能を上回る全面リフォームを提供する、スマイ・プロホームウェルに、イナックスリフォームリーファは、ライフスタイルに合わせた提案を行うことリフォームを、 提供するスマイコンシェルリーファにそれぞれ解消。そして2015年4月にリクシルリフォームショップに再編、統合して一つの組織となった。統合前の2015年3月末日時点での加盟店は425店舗でリフォーム系のフランチャイズチェーンでは国内最大規模となった。また、冊子販売店向けに経営サポートを中心とした フランチャイズチェーンとして1973年に発足したトステムフランチャイズチェーンについても、建材や設備の流通販売店に範囲を広げ、当社が扱う製品やサービスをトータルに提案する販売パートナーとなるべく、リクシル FC、マドリエに改め、2012年4月に本格展開を開始した。開始当初は従来の トステムフランチャイズチェーンからの移行店舗を中心に約350店舗を展開する。前日の通り2015年4月1日付で新事業モデルが開始されたことに伴い当社の子会社を事業内容ごとに4つのテクノロジー事業とリクシルジャパンカンパニーに再構成されたが日本国内の主要市会社ではリクシルジャパンカンパニーに属する企業以外のテクノロジー事業は リクシルウォーターテクノロジーとリクシルハウジングテクノロジーの二つに分かれていた。2020年4月1日付でリクシルジャパンカンパニーが廃止されてからはテクノロジー事業ごとにグループ企業が再配置され同年12月1日付の株式会社リクシルグループとの合併により同社の子会社も当社の子会社として合流した。リクシル住生活ソリューションの子会社については 詳細記事を参照のこと。国内海外現在過去ほか2021年現在過去、星印は企業 CM、リクシュルって知ってるシリーズに出演。ありがとうございます。